クレイトスが永遠の闇夜へと足を踏み出す。神殿の外は大きく様変わりしていた。モルフェウスはさらに強大化し、闇の先兵たちが容赦なく侵攻していた。
クレイトスがその洞窟に入るとヘリオスの妹暁の女神エオスが座っていた。陽光を遮られ明らかに衰弱していた。あなたを導いてくれたゼウスに栄光がありますように。ゼウスが私を導いてくれたことなどない。私はゼウスとオリンポスの神々の奴隷に過ぎ。兄を救ってくだされば彼はあなたを解放し苦痛を取り除くようゼウスを説得するでしょう。お約束します。神々は何度も約束を破った。すまないがお前の約束も信じるのは難しい。ではそれは置いておきましょう。原始の炎が消えようとしています。ヘリオスがいなければ命の源である光を保つことができません。彼を見つけられなければ我らを待つのは闇と死のみなのです。ヘリオスはどこにいる？それは分かりません。そこの通路へお行きなさい。原始の炎を手にすればそれが残りの馬たちへの道筋を照らし出すでしょう。
彼らが主のもとへ導いてくれます。我が兄のもとへと。ヘルメスの加護のアランこと、スパルタの亡霊よ。クレイトス。
けてきた戦慄を彼は馴染みあるものとさえ感じていた。
ありません、クレイタス。神殿を出ると彼はモルペースの軍に襲撃された。そしてまたあの旋律が流れてきた。だが今回は違った。彼はこの旋律が娘カリオペの奏でるものと気づいたのだ。カリオペか、どこだ、どこにいる。